皆さんこんにちは、キリンです。この度皆さんに重大発表があります。なんと自然写真家関戸キリンは初めての写真集を出すことになりました。やっとねこの日がやってきました。まあ、写真家としてはものすごく嬉しい第一歩だと僕は思っております。先ほどねインスタライブでも生配信でこの情報を皆さんにお伝えしてきましたが、まあ、すでにねもう見ていただいた方もいるかと思いますが、改めてねこの場で発表したいなと思い動画を収録しております。タイトルはソバージュ、はい、フランス語で野蛮という意味になります。発売日は5月1日を予定しております。まあ写真家としてね、2016年から活動を始めてきて、まあ7年ぐらいが経っている中で、まあ何回もね写真集出さないんですかとか、写真集ないんですかっていうお声をいただいたりとかもしてきましたが、ちょっとね残念ながら今まではね写真集はなかったんですが、もちろん写真集作りたいなっていう思いもあったんですが、まあこれといったタイトルが決まっていなかったので、まあ無理にねむやみにいろんな作品をこう集めて作るっていうのはどうなのかなと思っていて、まあ日々こういろんなところで旅をしていたんですが、まあある日ね、まあ素晴らしい地に出会うことができて撮影をしてきました。これもねもういろんな思いがあって撮ってきたんですが、なかなかねまあ過酷な撮影でもあったと思いますし、まあすごい楽しい撮影でもありました。でそんな中で一番感じたのは、生き物っていうのはものすごく野蛮なんだなっていうことに気づいて、まあなんかすごい野生とかそういう野蛮な気持ちをものすごく感じたんですね。なのでまあちょっと今回は野蛮、フランス語の方がこうしっくりくるんですけど、ソバージュというねタイトルにさせていただきました。まあ、皆さんご存知のように僕はフランス人の父親と日本人の母親がいてハーフなので、10歳までねこうフランスで育ってきた過去もあり、まあそんな中でまあどっかでねこのフランス語をちょっとなんか入れていきたいなと思って、まあこの写真集のタイトルはぜひフランス語でやりたいなと思って今回フランス語にさせていただきました。で、まあ、これからねいろいろ5月1日に向けて、こうもうすでにねもうだいぶ写真集は出来上がってきているんですが、今度はねそういうイベントとか販売のオンラインサイトを、まあ、一応オンラインサイトはねもうすでにあるので、まあ、そこに、載せさせていただく準備を進めていこうかなと思っているんですが、あの池袋のねマリンダイビングフェアが4月の第2週に行われますが、そこにも僕写真家ブースをね設けていただいておりまして、そこで皆様にフライヤーを配ったりとか、あとは先行予約などができればと思っております。間に合えばそこでねちょっと写真集を見ていただくっていうのも考えてはいるんですが、ちょっとはっきりとは言えないので、まあ、先行予約は必ずやっていこうかなと思っておりますので、ぜひ皆さん楽しみに、していただければなと思います。まあ、この写真集を作るにあたって、まあ、僕一人では、作っていないので、今回はね、まあ、自費出版、になりまして、特に出版社さんにお願いをせずに、僕が信頼している、プリンティングディレクターモズマックのね誠さんという方がいるんですけど、その方と2人で、作ってきました。いろいろ大変な部分はありますが、でもやっぱりいいものを作りたい、ということで、もう誠さんにはもういろいろね何度もね、こうお力をお借りして、素晴らしい作品にしております。もうだいぶね完成してきているので、もう早くみんなに見せたいんですが、もうちょっとだけお待ちいただけたらなと思います。そんなね、この写真集の制作過程もちょっと動画で撮っているので、ちらっとみんなに見ていただけたらなと思いますので、後日また動画を YouTube の方でアップできればなと思っておりますので、ぜひそちらも楽しみに見ていただけたらなと思います。そんな感じで今日は写真集の発売の発表させていただきました。ぜひね、
皆さんの応援、そして、ご購入ぜひご検討いただけたらなと思います。またね、4月の、ね、マリンダイビングで3日間、そこで出展しておりますので、ぜひリアルでもね、こうお会いできる機会を楽しみにしております。ということで、今日はね、写真集の発表の動画とさせていただきました。またね、次の動画でお会いできたらなと思います。ありがとうございます。